今日もベルサガ実況をやっていこう。酒場でシルウィスを発見。どうやら隣の客に文句を言っているようだ。彼女の名前はシャイア。シルウィスとは見知った仲のようだ。仲というか、仲の悪さが見て取れるね。あ、ちなみにこのイベントは、橋梁破壊の公約前に発生したものだぜ。今回のシナリオと一緒にする方がわかりやすいと思って、編集で後ろに持ってきたよ。シルウィスは、バイスもここに来ているのかと尋ねる。バイスはシルウィスが唯一を縄にできなかった賞金首。シルウィスはバイスを探してナルビアまでやってきたんだぜ。どんな賞金首も捕らえてきたシルウィスにとって、バイスを未だに捕まえられないことは、彼女のプライドが許さないんだろう。しかし、シルウィスでも捕まえられないバイスとは、一体どんな奴なんだろうか。きっとさぞかしの手だれに違いない。ここはとある民家。今日のご飯に困るくらいの極貧生活を送っているらしい。おまけに父親はおらず、母は病気を患っているという、絵に描いたような貧困母子家庭だぜ。アニメ漫画でありがちなやつ。この背景が真っ暗なのは、彼女たちの心情を表しているのか、はたまたチップセットを用意するだけの余裕がなかったのか。その時、戸口で物音が聞こえる。少女ルーミーは様子を見に行き、驚くべきものを発見する。それはたくさんの金貨が詰まった袋だった。メモが添えられており、そこには、心正しき者にベリアの祝福を、と書かれてあった。これはベリア神が起こした奇跡だよ。というのは嘘で、彼らが施したものだった。こいつがシルウィスの売っているバイス。違法な手段で祝福を肥やす商人や貴族から盗み、貧しき者に与える義賊だぜ。ええ人やん。バイスたちが船に戻ろうとしている時に、シルウィスに見つかってしまう。シルウィスはここであったが100年目という様子だけど、バイスは近所のゲーセンで偶然友達に遭遇したかのような態度。シルウィスは当然彼に仰向ける。バイスの方は部下たちを先に帰らせ、シルウィスと一対一で対峙するよ。シルウィスでも手を焼くバイスの実力とは一体。なんとバイスはシルウィスを褒めて、そこから口説くというコンビネーションを見せる。男性経験に乏しいシルウィスはこの発言に動揺。バイスはその隙をついて去っていったよ。なんだこれは。バイスは卓越した戦闘力の持ち主ではなく、女の扱いが上手い海賊だったのだ。シルウィスにとっては相性が悪いというわけだ。同じようにして何度も逃げられているようだね。こんな手に何度も引っかかるシルウィスって。それから何日かの時が過ぎた。ディアンナさんは貿易商会を訪れていた。ここ最近、海賊の活動が活発になって、商船が次々に襲われているらしい。商人たちは海賊対策のために傭兵を集めていたが、なかなか数が揃わずに困っていた。そこでシノン騎士団に声がかかったというわけだよ。事情を把握したティアンナさんは、館に戻ってリースたちと海賊退治を検討することにした。リースは護衛部隊を船に乗せて、海賊が現れた時に対処できるように指示を出したよ。海賊の本拠地もわからないし、できることといったらこれくらいだな。シルウィスは、シノン騎士団が商船の護衛をする話を聞きつけた。彼女はリースに、バイスを捕らえたいから護衛に同行させてほしいと頼む。この任務はバイスを捕らえるものじゃないし、そもそもバイスに遭遇するかもわからない。だが、シルウィスは陸をうろつくよりは可能性が高いと言って、護衛団のメンバーとして船に乗り込むことにしたぜ。そこへシャイアがやってくる。シャイアは憎しみに満ちた目でシルウィスに近づいていった。シャイアがバイスの船に乗っているものと思っていたので、彼女の登場にシルウィスも驚きを隠せない。どうやらバイスはシャイアを船から降ろしたようだ。そしてシャイアは、それをシルウィスのせいだと思っている。本当にそうだろうか。バイスの考えが読めない中、シノン騎士団を乗せた船は出航する。海は広いな。すごく、大きいです。順調な航海だったが、爺さんがフラグを立ててしまう。こっちに近づいてくる船影が確認される。爺さんはどこの船と聞くが、もう答えは一つしかない。船員は相手が海賊船だと知らせる。海賊船という言葉に乗客たちは動揺するぜ。こんな時のためのシノン騎士団だよ。それじゃ、海賊退治と行きますか。海賊の対象はバイスのようだ。どうやらシルウィスの願いが通じたようだ。護衛がいることを知ったバイスは、略奪モードから戦闘モードへと切り替えるよ。
どうやら、略奪のために乗り込んだ仲間たちの撤退を優先させるようだ。一方のシルウィスは、バイスは自分に譲ってほしいと、シノン騎士団にお願いしてきたよ。どうやらシルウィスはここで決着をつけるつもりのようだ。ここの勝利条件はバイスの捕獲。倒しちゃダメなのか。それではステージを始めていこう。おや、さっきと出撃メンバーが違うような。触れてはいけない。このステージは冒頭にもあった通り、こっちの船に乗り込んでいる海賊はさっさと離脱していくよ。普通に追いかけながら倒すというのは現実的じゃない。じゃあ、どうするかというと、逃げ道を塞ぎます。船の間に架かる橋が2つある。海賊たちは最短距離で離脱ポイントを目指すから、味方キャラを2人使って奥の橋を塞げば、海賊たちは行き場を失う。すると海賊たちは、手前の橋を渡って離脱ポイントを目指そうとする。その時に逆走を始めるから、そこを一網打尽というわけだぜ。奥の橋を塞ぐのは、エルバートさんとアーサー君を使ったよ。エルバートさんは弓回避があって、橋の上の球兵の攻撃を避けやすいから。アーサー君は全力移動が使えるから採用したよ。もちろん二人とも馬に乗せてあるぜ。なんだか攻略動画っぽいね。このステージは完璧に立ち回れたからな。手前の橋の球兵は射撃待機で待ち構えるよ。エルバートさんを突っ込ませて解除させよう。攻撃が当たればその場で行動終了になっちゃうから、気をつけないとね。馬に乗って道を塞ごうとするキャラをピンポイントに妨害してきやがる。エルバートさんの槍スキルを上げようとするけど、命中率が低くてやってられませんわ。結局レイピアで攻撃するという。この悪循環。他のメンバーは逃げる海賊たちを攻撃していこう。道を塞ぐ前に少しくらいは減らしておかないと、捌くのが大変になるからな。3ターン目、敵の増援が登場。こいつらは攻撃部隊で、この後もゾロゾロとやってくるぜ。まずはエルバートさんが奥の橋に到着。こっちの旧兵は馬殺しの矢や眠りの矢といった、厄介な矢を持っているぜ。なるべくエルバートさんを狙ってもらいたいね。一発で倒したいところだが、致命攻撃が出ない限り難しそうだな。続いてアーサー君を橋に移動させて封鎖完了。これで海賊たちは逆走し始めるぜ。よしよし、海賊たちがシルウィスたちの方へ向かっているな。数多すぎ。海賊たちは移動後にこちらのキャラと隣接していると、攻撃を仕掛けてくるぜ。全くの無抵抗じゃないってわけか。旧兵なんかは下手するとすぐにやられてしまうぜ。こうやって射撃待機で身を守るようにしよう。海賊たちを倒すのがちょっと追いつかないかも。もう一つの橋も味方で当選簿したらどうだ。やってみる。あれ、海賊たちがエルバートさんのところに行って、さらに攻撃までしてきたよ。どうやら離脱ポイントへの道が塞がれると、味方を倒して突破しようとするらしいな。エルバートさんたちは奥から出てきた敵と対峙しているから、海賊たちとも戦うのはしんどいね。手前の橋の味方をどけて、離脱ポイントまでの道を作ってやろう。ここでシロックさんの連撃を使って海賊を攻撃。命中率96だから外れることはないだろう。よし、撃破。この海賊は癒しの獄というアイテムを持っていたようだ。身につけると体力が少しずつ回復していくアイテムだよ。このステージで手に入る一番の貴重品だな。シルウィスさんも続け。命中率97の攻撃、外れる。なんでや。海賊たちよ、道が空いたぞ、こっちに来い。これでエルバートさんたちは、マシーナリー部隊との戦闘に集中できる。普通の海賊よりも若干手強いよ。まあ、この二人ならそうそうやられることもないだろう。レイピアは壊れたものの戦闘不能にしてやったよ。敵がやってきたけどそこはシルウィスの領域。ぶちかませ。ちょっとシルウィス何やってんの。ああ、シロックが狙われたぞ。シルウィスの低たらくのせいだよ。今日のシルウィスはいいとこないぞ。自分から同行させてと言っておきながらこれだよ。新しい敵も出てきたぜ。敵は多いけど、エルバートさんたちは狭い足場で戦っているから、タコ殴りにされる心配はないよ。む、妙な動きをする敵がいるね。エルバートさんたちを無視してこっちに来るということは、狙いはシルウィスか。シルウィスがやられるとゲームオーバーだから、多分そうだろうね。接近されたらシルウィスが不利だ。やられる前にやってやるさ。何人かのマシーナリーがシルウィスを狙うなら、エルバートさんとアーサー君の戦いも楽になる。今回は出撃枠が少ない関係で、サフィアを出していない。
手持ちのポーションが尽きた時がヤバいと思っているよ。一旦道を塞いで敵の動きをコントロール。シルウィスを狙うマシーナリーを妨害しつつ、海賊をまた逆走させるよ。このステージの海賊はシャトルランでもしてるのかな。それからあとは順調に敵を減らしていったよ。海賊は滞りなく全員倒せたぜ。回避率の高いマシーナリーも徐々に減っていったよ。キルソードを持っていた敵がいたので、弓攻撃で撃破。致命攻撃は受けずに済んだよ。申し訳程度に、エルバートさんの槍スキルを上げる訓練。本当に申し訳程度だな。これで増量は全部片付いたよ。残るはバイスだけだな。冒頭で言われた通り、バイスの相手はシルウィスに譲るよ。ここではベルサガでは珍しい、戦闘前の会話が発生するぜ。とまあ、こんな感じの会話が発生して、バイスはその場を動かないよ。さらにシルウィスで攻撃するぜ。攻撃が当たると、バイスはイベントで戦闘不能になったよ。このステージはバイスがボスのように見えて、実はボスはいないという構成だぜ。バイスはボスというか、イベントキャラだよね。シルウィスはとうとうバイスを捕獲することに成功したよ。彼女の長かった戦いもこれで終わりというわけだ。シルウィスはバイスをギルドに連行したよ。しかし、バイスはどことなく涼しげな様子。シルウィスはバイスの態度が気に入らないみたいだ。わざと捕まったのかとバイスに詰め寄るが、バイスは答えをはぐらかすぜ。略奪行為を重ねてきたバイスは、公私刑になるらしい。そんな、バイスは貧しい人たちのためを思って行動したのに。彼は悪どい連中からしか奪わなかったのに。しかし、法に照らし合わせれば、バイスのやったことは重罪なんだぜ。シャイアがシルウィスのところへやってきたぜ。これは血の雨が降るでぇ。しかし、シャイアはシルウィスに危害を加えるつもりはないようだ。バイスを捕まえて満足かという問いに、シルウィスは浮かない返事をするよ。その時シャイアは、バイスが以前語ったことを話し出す。バイスは、何度あしらわれても向かってくるシルウィスのまっすぐな姿に、昔の自分を重ねていたようだ。しかしシャイアは、バイスの本当の姿を知らないシルウィスは、他の賞金稼ぎと変わらないと断じる。シャイアは海賊に襲われていたところを、バイスに助けられて共に行動をしていた。だから、バイスが悪い海賊ではないとわかっている。麦わらー。しかしバイスは、海賊にいいも悪いもないと諭す。相手が誰であろうと、バイスは奪う行為は犯罪と思っているようだ。そして、その報いを受ける時が来るとしたら、シルウィスの手で捕らえてほしいと考えていた。シャイアはバイスから船を降りろと言われていたが、バイスは、その時には捕まるつもりだったのだろうか。シャイアは、バイスの志を踏みにじったシルウィスを許さないと糾弾して、その場から去っていったぜ。降りしきる雨の中、一人佇むシルウィスのもとへ、リースたちがやってくる。シルウィスを心配したリースは、彼女を館に連れて帰るぜ。バイスが貧困層に施しをしていたことを知って、シルウィスは自分がしたことが間違っていたのかと問う。バイスのことを知ろうともせず、自己満足のために彼を捕まえたシルウィスは、己の小ささを知った。自分の過ちに気づいたシルウィスは、賞金稼ぎの廃用を決めた。これからは自分のためでなく、人々のために戦うと決めたシルウィスは、シノン騎士団への入団を希望したぜ。新生シルウィスが、シノン騎士団で会えるよ。そしてもう一人、申請した者がいるぜ。アーサー君がパラディンにクラスチェンジしたよ。アーサー君は一生からいるキャラだからな。ここまで成長してくれて嬉しいぜ。山賊討伐で死にそうになっていた頃が懐かしいね。
前線の街では、橋を塞ぐ壁として奮闘してくれたぜ。クラスチェンジによるステータスアップ。 HP が2、筋力が3、防御が2、俊敏が1上がったぜ。全部2桁になって威圧感が出たね。今回はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。